なんだろう、それがずっと鳴ってて、冬はねドア閉めるから気づかなかっただけ。ちょっと怖いな。皆さんこんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。ファミのストーリー更新したから、ハイライト作りたくて、ファミの。ストーリーを作ったから遅くなりました。ぜひね、本当に見てほしい。明日ね、パミ初めてテレビに出ます。初テレビ出演です、パミは。シギタンから尊い、ありがとうございますがありがとうございますがちょっとすいません、シギタンありがとうございます、はいありがとうございますがみんな見てね、明日朝8時から8時30分の間に。ぜひ見てください。本番は禁止、そうそうです、ちょっと禁止で、禁止です。ふう、こんばんは。でも今月あんまりねショールーム配信してなかった。なんかね、もともとね、卒業後もショールームするって、します、あんまり変わらないって言ってたんだけど、ちょっと今月はちょっと体力的にはちょっと待って、冷蔵庫が怖い。体力的にはちょっと思ったより体力使ってて、今回配信すると思ってなかったから油断してたね。最近マジの配信頻度が低いからね、油断しちゃうよね、ごめんね。わー、舞台の上演時間どれくらいですか？2時間です。2時間です。冷蔵庫爆発しそうなの。いやでも今は大丈夫。本当にガチで爆発するんじゃないと思った時あった去年。よく、だいぶ良くなりました。でもそれでもちょっとうるさいよね。なんかね、今日一個すっきりしたことがあって、すっきりなのかわかんないんですけど、今日のお稽古わり、おー普通の、でも最近だと割と早い時間帯で終わったのね。で、整体行こうと思って、あんまりね、整体とマッサージの違い正直そんなにわからなくて、マッサージ、整体って体を整えるっていうイメージでね。でもそれってマッサージと同じくらいのことをするんじゃないと思ってたんです。あんまり行ったことないから、まあとりあえずね、まあ頑張ったし、自分頑張ったし、うん。ちゃんとね、自分を大事にするのが大事だと思って整体行こうってなって行ったら、最初ね写真撮ってもらってて、あ、これしか写ってないか。自分だ、これだったけど、これもともとファンクラブに送ろうとしてたから撮ったけど、いやさすがにちょっとあの自分の歪みすぎて
なんかね、ここ27度って書いたんですよ。27度、もう雲びっくりして。本当理想は10度だったらしいですよ、角度って言ったら10度だったらしいけど、私27度、27度ってどれくらいですか。なんかその壁に悪い例貼ってたんですよ。15度、22度、中田の写真貼ってて、私27度でした。あっ、悪い例より超えましたね。余裕に超えましたね。はい、27度でした。で、体すごい歪んでて、で、あの職業は自営業って書いたんですよ。自営業具体的に何するんですか。ああ、あのいろんなことしてます、いろんなところ行ったりいろんなことしてますって言って、で、あのパソコンとかよく使いますか。ああ、 iPad はよく使いますって言ったんです。長い時どれくらい使いますか。いや、最近は使ってないけど、まあでもパミ書く時って考えたら、まあ6、7時間かなって。ああ、ずっとこんな体勢なのかって。で、まあ、実際今月はほとんど動いてたけどって思いつつ、でも結局移動時間とかもこんな感じだったからって思って、空中ウォークしてますって言えばいいか。なんかね、自分運動全くできないって向こうもあーほーほーほーみたいな感じで、どれくらいできないか、本当に空中ウォークの動画一瞬見せようと思ってたくらい、私運動できないんですよ、これ見てって言おうとしてたけど、あ、だったらちょっとアカウントバレちゃうからやめた。見せないで、まだ見せたら向こうびっくりするんだろうな。最近バット振り回してますかな。お、確かにね、確かにね、運動、本当いい運動だね。なんかね、あのちょっと話変わりますけど、全く違う話するけど、あの SNS の、自分の SNS の管理じゃないけど、なんて言うんだろう、の SNS 関連のスタッフさん、今2人いるんですけど、1人は長年の付き合いで、もう1人は割と最近知り合った人でね、2月から一緒にお仕事してて、で、なんか私のことを知ったのは卒業ちょい前知ったんだけど、なんかアイドルの自分、私の知らないのね、でもアイドル踊ってるから大丈夫じゃない、その運動神経大丈夫じゃないとか言ってくれてて、いや本当にできないんですよって言って、でうちの SNS とかチェックしてくれてて、 TikTok でさ空中ウォークの動画出てきたら、あ、なるほどねそうなのそれなの。いや、ごめんなさい、あの整体の話戻るけど、あの他に何だろう、なんかね、そう、余裕に超えたのね、27度で。写真撮った時、写真撮ってるだけでもう、あの歪み分かっちゃったのねって言われて、なんか普段イコール疲労、キープ痛み、こり、変形的な、あの怖いな、いろいろね、なんだろう、なんかそう、骨盤見て、これファンクラブに送ろうとしてたけど、3分くらい迷ってやめときました。
ちゃんの運動はビンゴのバスケのイメージ。ビンゴでバスケやってたっけ。せいちゃんは覚えてる、自分やったのは覚えてない人の覚えてるのに自分の覚えてない。やったっけ、送ってよ。いや今見せるのはもう精一杯。いや、なんで公開したらあかんで。いやだってさ、今見せる、あ、皆さん、あ、ほうほうほうってファンクラブのに送ったらさ、推しの体こんなに歪んでるなとかでもね、何が一番、向こうが一番わか、あの、まだあの指あつつ、なんか押してくれてて、痛いですか、いや全然痛くないんですって、えって、かゆいですけど、背中めっちゃかゆいですけど痛くないです、えめっちゃ強めなのに痛くないです、何もえ何もか、あ、指圧だった、指圧じゃないはず、そう、全ね、とか、こんな硬いのはもう60歳70歳のおばあちゃんだったらわかるけどって言われて、あ、すいませんすいません本当にごめんなさい。あの説明、一番最初説明してもらった時はもう このさっき撮ったこれでね、見た時はもうで、あれからその1回だけはもう中度まで治るの、でもだんだん戻っちゃうの、だから通い続けないとダメって言われた時に、はい、心の中でね、はい、わかりました、これ以上の説明は大丈夫です、課金します、はい、お金払います、はいと思ったの。本当にちょっといろんな、本当に怖いこと言われたのね。で、何が一番怖かったというと、え、いい、あの推しの体の歪みの話あの立ったままで、でそのままそのベッドじゃない機材だけどポーンって倒すのね。だから立った状態そのまま90度水平線になって、向こうがえってなって、私背中の骨がね、本当は一直線じゃないですか、私すごい曲がってたらしい、左右がのと、私のあの足の長さも違った。大丈夫、治せる、5ヶ月間、これからめっちゃ通う、週2回通います。でもね、本当に指圧してもらってと、さっきこの倒すのあれやったら猫背も治ったし、もう立った時はあんまり感じてなかったけど、座った時すごい感じてて、自分の姿勢、今もそうだし、姿勢すっごい変わったし、歩く時もなんかお水の中でさ、あの立ったままでそんなに思わなかったけど、向こうはえ変わったって、あーうんうんうんみたいな感じで、座った時にあーは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 ーほ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 ーってなって、お店出て歩いたら、あなるほどねってなった。こんなにあの迷わず、はいはいはい課金します、もう大丈夫です、そのなんかさね、よくあるじゃないですか、その嫌な勧誘あるじゃないですか、これこれしたらこれくらいのキャンペーンとか、これくらいのね、なんか勧誘あるじゃないですか、あ大丈夫です、え払いますって、あっちこんけ、まあの金額だったのね、まあまあの金額だったけど、こんなに迷わず、はいしますします、はい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 払います、はいっていうのは、もう本当に人生初めてくらい、初めてですね、あの金額は。なんかね、なんだろう、自分の体こんなに
ダメだったかのと、これ直せるんだっていうのと、なんかね、体のバランスが心のバランスに影響してるのもあるのと言われたの。呼吸浅いよねって。はい、呼吸浅いの私。疲れやすい、これ疲れやすいよとか、だから同じくらいの運動量なのに人より疲れるとか言われたし、そう疲れやすいでイライラする。なんかね、その症状とか、なんかその書いてたのに、こんな症状が出てくるとか、イライラします。でもこう、でも話をしてて全然そんな感じしてないですって言われて、いや心の中でね、本当にさっきのそのいろんなおすすめしてくれたのは本当に正直大丈夫です、払うからって思ってイライラまではしてないんですけど、あ飛ばしていいですよって思って一瞬ね、ちょっとだけね、本当に。と一番はやっぱりその歪み、自分の体のバランス歪みと呼吸。呼吸は本当に悩み、ちょっと呼吸わからないけど、まあこれから直すと思うから言うけど、呼吸ちょっとやばいかも。そうなの、自分呼吸。でもひどくなったのは一昨年の夏くらいだから、コロナの後だった。自分コロナ、一昨年の夏コロナになったから、コロナの影響だと思ってた。それまではそこまでじゃなかった、そこまでひどくなかった。どうだろう、わからない。自分の体の問題なのか、コロナの後遺症なのか。呼吸ちょっといつか耳鼻科に行くよつもりくらい。タバコ吸いすぎですか。いや触ったこともない、本当に触ったことない。見たことはもちろんあるよ、見たことあるけど触ったことない。ごめんなさい、タバコ本当に無理です。うん、私鼻がめっちゃ敏感ですよ。タバコ吸う人ならすぐ分かっちゃうくらい敏感です。ちょっと何かね、無理って言ったら何かタバコ吸ってる方にちょっと失礼か、ごめんなさい。ちょっとに大いに敏感です。タバコやめて9年くらい経つけどバレるかな。いやそれは大丈夫です。お風呂に入ったら大丈夫です。それか9年間お風呂に入ってなかった。いや大丈夫です、大丈夫です。全然握手会の時全然悪い。でもなタバコね、そのなんだろう、でも全体タバコのとか、なんか鼻がめっちゃ敏感です。すいません、タバコ吸ってます。いや大丈夫です。大丈夫です。すいません、なんか逆にタバコ苦手とか言っちゃってごめんなさい。耳鼻科じゃなくて呼吸
きか、そういうかがあるの。でもね、前ね、去年ね、スイちゃんが手術したんじゃない、鼻の。自分も落ち着いたらやりたいなって思ってた。でも今思えば整体でもしかしたら治せるかもしれない。それは体の問題なのか鼻の問題なのかわからない。でも私猫背だから、こうだったから、こうだからだったって言った。だからそもそも肺の位置がずれてるから呼吸が浅いと言われたけど、でもこれは肺の問題なのか鼻の問題なのかわからない。とりあえず整体やって、もしやっぱり治せないならちょっとそんな、何か呼吸器科行こうか。でもね、もともとね、呼吸器科、まあいつかね、もう手術したいと思ってたけど、でも今は鼻の手術するならまず目の手術したいなって思って、視力が本当に良くなくて、それは生まれつきなの。5歳からメガネだったから、鼻より目鼻より団子みたいな言い方しちゃった鼻より目、鼻より視力と思ったから、レーシック、まあね、そうなの。だから鼻の優先順位がちょっと低くなったのね。でも今は目より体全体バランス、本当にもともと本当に一回マッサージして終わるつもりだったけど、あ、整体ってこんな感じなんだってめっちゃ予想より運倍の金額ね、今日払ったけど運倍っていうか、まあね、結構の金額払ったけど、でも運倍どころかでも体のね、自分本当に、でも自分も分かってる、自分こんなか立ち方ね、こうなの。そもそもね、そんなに高い、あの結構の回数買った、あの1回だけじゃないよ、1回全然お昼ランチ2回分の金額だったけど、10回通うのね、これから通うじゃなくて治療する、10回治療するから半年間くらいの治療だから、そうなの、それくらいの金額になった。そう回数券みたいな、そう結構の、そう長期ね、1回だけじゃない。そう、整体行ったことない、私もいなかった、マッサージ1回くらいしかないくらい、ちゃんとしたマッサージのところね、あの AKB の楽屋の、そのコンサートの楽屋のそのトレーナーさんじゃなくて、本当のマッサージのところね、あんまり行ってなくて、そう、これから通う分も一気に払った、だからこの金額いったけど、まあそれくらいの価値あると思う、自分の体のために。
メンテナンス、そうそうなの、ちゃんとメンテナンスしてない。今もプリになってるし、あでもプリになった理由も今日 X で書いたけど、今髪質が悪くなったからいろんな事情で2月ね2週間で1回染めたの、ね、結構ね。でもちょっとスケジュール的にはちょっと仕方ない部分もあって、美容師さんもこんな日に2週間は大丈夫じゃないって、いやちょっと大丈夫じゃないからちょっとお願いしてもいいですかって、まあでも髪質悪くなっちゃうよって、うん、分かってます、でもどうしてもってお願いしたら、どうしね髪質やっぱ悪くなったから、じゃあ次の舞台はウィッグだから大丈夫かって、とりあえず本番まで我慢するって思って今我慢して根元っぷり。生まれてから一度もマッサージ、あーそっか、でもね普通あのヘアメイクさんには公演とかそういうのがないけど、例えば大事な撮影のメイク前とかたまにちょっと軽く上半身だけマッサージしてもらったり、一番マッサージしてもらったのはウミカノの楽屋だった。あのメイクさんがめっちゃマッサージがでもちゃんと学んでたらしくって、もう休憩時間ずっとしてもらってる。本当に硬いんですって言われて、おすすめあるよとか言われたけど結局行ってなくて、お店駅は教えてもらったけど、お店名前も別に教えてもらってなかったし、うん、もうすごいなんか樋口なるほどねってなった。マッサージは美容室で軽く、美容室髪染めるときとか、そういうのがあるんですか。美容室でマッサージしてもらったことない。肩こりの読み方分かんないの人は肩こりの概念ないから痛くないらしい。でもね私もね肩こりこんなに凝ってて痛くないって言われて、でも私小学生の頃から肩こりなのって言ったら、だからね私多分もう痛みが分からない、もう多分ずっと痛いから痛いって思わなくなった。でもこうはありえるって、でもここだったら頭痛とか起こらないってか聞かれて、いや、まあ、もちろんゼロじゃないけど普段そこまでじゃない、姿勢で起きた頭痛多分ない、多分もう分からない体が。怖くない自分。だからこれからちゃんと通います。もう姿勢ね、だんだん綺麗な姿勢になったらいろんなねこと、一番はやっぱ睡眠と呼吸、治ったらいいな。でゴールデンウィークはいけないって言ったら、ゴールデンウィークどこかで遊ぶって、違います、お仕事ですお仕事ですなんか休みの日はいつもどこ行くんですか。休みの日は家にいます、ずっと家にいます、家出たくないんです。
向こうは意外っていたけど、いや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 全然もう家出たくないです、ずっと。セーダーし管理してたアカウントじゃなくなるかな、うん、めっちゃ悪口やんめっちゃ悪口やん、おい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 でもね本当に今日ずっと言われたの、なんかねこれなんか角度もそうですし、マッサージしてます時に指圧ね、マナ、ま、さん本当にすごいですよって悪い意味で悪い意味じゃないかい本当にすごいですよ、こんなこれすごいですようん、3日間休みあったら何するの？え、家にいる。もうずっと家にいたい。でも家で何するかというとパミを書くか本を読むか、まあ、もちろん携帯もいじるけど、その今の自分は多分舞台終わったらしばらくそうしたいけど、何もしないで、いやいやそんな余裕ないな、ちょっと今2つあるわ、締め切り締め切りのものあるわ、そういえばそういえば締め切り2つあるわ、1つはあ、いや、やっぱりやめとこう、締め切り2つあるから、締め切り2つあって、で撮影打ち合わせオンラインお話し会結構すぐあるから、そう5月の11日オンラインお話し会ありますよ、みんなぜひぜひ、ファンクラブ限定だから、来週も、あ、来週じゃない、終わって、あ、でも、まあ、でも連休一応あるっちゃある、連続、うん、連休一応あるけれど、まだそんなに、あ、まだそんなに入ってないか、うん、体ね大事にしないと、そうなると何もしない、かなり贅沢だ、でも何もしない結局パーミを書くグルチャもいっぱいいじりそうね、昨日もね怖かった、なんかねあずきになんかワンワンの返信してて、なんかね何の話したっけ、ちょっと一瞬見るね、何の話したっけ、あ、ワンオンワン自分のペースで全然よって言ってもらって、で SNS の投稿の話もね書いてくれたから、そういえば自分どれくらいの頻度でファンクラブのをやって、あの見てるんだろうって、で携帯のあれ見たら LINE の月だった、 LINE の次がファンクラブだった、インスタグラムと X よりあのファンクラブの方が長かったすごくない、インスタと X に勝ったよみんな、 LINE はさすがにお仕事の連絡とか、でも私の LINE 本当に
最近ほとんどお仕事の人としか連してないの。あ、あかねがほとんど本当に8割以上がお仕事お仕事だったから、とかお仕事関連の人は本当にほとんどんで、そう。でもね、これ投稿したらね、ファンクラブに投稿したらね、あずきの方からね、すごいなんかその LINE に対しての対抗心が出てきた何でしたっけ、ちょっと見るね。あ、いや、これじゃない、何でしたっけ、 LINE に負けてるとか、マチャリンとあずきの LINE 会、 LINE、 マチャリンとあずきの会 LINE グループ作ってみようか。作る必要なくない？ファンクラブのグルチャはもうそうじゃない？作る必要ないよ。だってグルチャはもう LINE グループじゃん。で、X は 7.2 万フォロワーで、インスタは 6.7 万だけど、7.2 万と 6.7 万にもいるから、あとは LINE に勝つだけだLINE に勝つだけだ。対抗心やばくないもう、そう、みんな本当に依存症、ファンクラブ依存すぎちゃった。すごいです、嬉しい。ちょっとでも依存すぎちゃったからちょっと怖いな自分。何の投票してるかわからないけど一応に投票投げた。何の投票かというと、これはあの課金、ちょっとあの課金ショールームへの課金、ちょっと一旦ちょっとね、でも一応投票終わる。毎日ほとんどそう、1が2よりちょい上、ほんの少しちょい上。ね、ちょっとね、貯金のとね、この話3回目だけど同じ話3回目だけど、例えばファンクラブで配信だったり、ファンクラブの中のシステムでさ、それってあずきの力でファンクラブ、ファンクラブ側にもう利益になったら、もうあずきへのサービスが増えるの、あずきに還元できるので、まあ同じ話だからちょっと申し訳ないけど、でもうちょっと落ち着いたら TikTok 配信もすると思うけど、 TikTok 配信したらね、 TikTok のアカウントの価値も上がる、 TikTok の価値のアカウント価値上がったら自分の動画がおすすめに乗りやすいし、そうだったら自分の知名度だったりアカウントのフォロワーも増えたりするじゃん。だから、ま、ファン TikTok さんに恩返しするという考え方は思わないけど、思っていいか、そのややこしいな、うん、けど自分のアカウント価値上がったらお仕事もらいやすくなる、今の世の中ね、 TikTok とか YouTube とか見てる人もいるじゃないですか。それで
お仕事もらう人もいるじゃないですか。でも自分別にインフルエンサーじゃないけど、タレントの価値上がるためもそうじゃないですか。で例えばタレントの価値上がって、あこの人これ強いんだとか、じゃあこのお仕事をマジェンドしてほしいとか思ってくれる方がいらっしゃったら、じゃあお仕事ももらえるじゃないですか。すっごい遠回りですけど、私がお仕事したことで、それで、うん、なんだろう、私の活動を見てて喜んでくれるあずきもいるじゃない。だからちょっと遠回りですけど、あずきにも還元できる。でもそれはお仕事取ったからって話ですけど、だからすごい遠回りですけど、でも一応その循環なるじゃないですか。うん。で考えたら、ファンクラブと TikTok で配信した方が、の方がもしかしたら違う意味で、うん、自分の活動とあずきにとってのメリットが大きいじゃないかって最近ちょっと思いました。うん、の話のとシンプルに、ファンクラブにも行ったけど、8月4回会える機会があるの。6月1回、8月4回、今の時代大事ですね。そうですよね。だからね、毎回本当にしつこく言ってるの申し訳ないけど、皆さんぜひね SNS 反応していただけたらめちゃめちゃありがたいです。うん、なんかね、明日もねテレビ出るのよ。そういえば自分もてか自分はね、冷蔵庫大丈夫、自分はね、ずっとパミテレビ出る、パミテレビ出るって言ってるけど一応紹介してるのは作者だからっていうか、そうなの、そうなの。なんかすごい嫌な顔してたのね一瞬、ごめん。なんかね嬉しいよ、自分が難しい、なんかパミが好きすぎて、だってマチャリンとパミ、ごめんなさい本当に申し訳ない、あずきの前でこんな話するのは申し訳ないけど、マチャリンとパミどっちの方が好き？え、パミよごめん本当に申し訳ない話した。だからさ、だからね、なんだろうな、今回の出演はねパミで出演取ったじゃなくてマチャリンで出演取ったから、いつかパミとしてね出演だったり、いろんなねコラボだったり、いろんなお仕事できたらまだまだだっていう、ちょっとねまだまだかっていう気持ちで、ちょっとごめんね。いやそういうの話じゃなくて、そうなの、今回ありがたい。でも本当に自分もね卒業して、 AKB 卒業して、ゆずりはまちゃりんとして初のテレビ出演だから、そうなの、もっとねパミじゃなくて自分のこと言うべきだね。ごめん。明日もね、番組
放送ね、放送リアルタイム見れない方とか放送地域じゃない方はぜひ TVer、YouTube、え、そう TVer さんだったり YouTube だったりも見れるので、その感想はねぜひたくさんつぶやいてください。このね、世の中何があるかわからないから、もしかしたら次何かにつながれるかもしれない可能性もあるので、なしすごく言ってるのは申し訳ないけど、とか自分の投稿ね、コメントを、皆さんのコメントもめっちゃ見られてるよ、意外と関係者の方とか見てるから。YouTube で見るか、うん、ぜひ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 でコメントしてください。で YouTube って放送後何週間、1ヶ月覚えてないくらいまでは 見れます、うん、リアルに見れるけど、リアタイね、リアルタイムに見れるけど録画予約したよ、ありがとうございます。うん、あ、そっか、リアタイ、たまにね、リアタイとオンエア、最初はオンエアって言ってた。そう、ぜひ見れる方はぜひテレビで、見れない方は YouTube、TVer で。そうなの、もっと自分の話しないと、ずっとパミテレビテレビパミパミパミって言ってたけど、パミトマチャリね、あんまりにも自分テレビ出るよって言ってなかった、うん、パミが好きすぎて。でもね、さっきもね撮ったのは自分って言ったけど、でもパミの存在がなかったら知ってれなかった。なんかね、絵を描けるって描いてます、うさぎ描いてて、でそれ見せたら、あ、一枚のキャラクター、一枚の絵どうやって紹介するんだろうって話になって、絵を紹介するんだな、この子のインスタグラム、1枚のその 1個のウサギって説明とかあんまり特にないじゃないですか、いやこの子のインスタグラムならってなって、今回の出演決定しました。本当に一個一個の出演ね、大事ですし、前も言ったけど今はね、前は AKB だから出てたとか、 AKB ビンゴもそうですし、ガイアもそうですし、まあでもね、家事ヤロウさんとかもなんかあのね、その家事ヤロウさんに出てたのもオーディションだったけど、 AKB メンバーに3人くらいかな、ちょっと何人か分かんないけど動画撮ってくださいでオーディションみたいな感じで、私の大根のかつらむきね、すごすぎて本当に特技、うん、でもそれもね、 AKB だからそのチャンスいただいたのね。で今後は
本当に一個一個の出演は自分の力になるからね。のと本当に昔ねビンゴとかもね出てた時でね、なんだろうな、なんだろうな、なんかどれくらいすごいことなのか、もう全部がすごすぎ、全部がすごすぎてちょっといろんなすごいことは分からなかったのと、やっぱり自分ね AKB が好き、 AKB がスタートだったからそのバラエティのことはあんまり知らなかった。でもビンゴは見てたよ、ビンゴは見てたけど他のバラエティ見てなかった、見てなかったし芸人さんのこともあんまり知らなかったし、ドラマと AKB が好きだったからちょっと待って、パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますうんそうだね、まゆみさんに唐揚げ作る企画、そう、それも前、この前もう関係者の方に言われた、そういえば前マチリンこれ作ったよねって言われたそうなの、そうだね、だから本当にいろんなこと分からなかったし、なんかね本当に、うん、これも配信で言ったけどなんだろう、なんかねビンゴね、ありがたいことにめっちゃめちゃ読んでいただいたのね、だから自分まだ次呼ばれるからっていう気持ちはちょっとなった、本当に良くない、うん、あんまり出てないメンバーがもう喋らないと次呼ばれなくなっちゃうっていう意識があったけど、私は頑張らなくても次はまだ呼ばれるからって思ってた。で、あ、これダメだって思ったのはビンゴ終わったのは2019年の秋だったけど、春までずっと読んでいただいたんですよ、2年間、ずっと毎月基本毎月日テレさんに行ってました。で急に呼ばれなくなって、でスケジュール大丈夫なのに呼ばれなかった、この企画かな、その企画はちょうどね、なんか家族が出てる、メンバーの家族が出る回だったから、まあ確かに、まあ、もちろん全員じゃないよ、ひな壇に座ってるだけ、座ってるだけじゃない、座ってるメンバーでご家族が来てないメンバーもいたけど、まあ企画的にはちょっと、厳しいか、まあまた来月呼ばれるじゃないと思ったら、え、自分にないメンバーがいついつ収録するよって話、え、でまだいない、次もいないの時にやっと分かった、遅かった、自分意識したのは、でやっとスケジュール来たらもう最後だったっていう。でもね今本当に本当にその出てなかった半年間がめっちゃ重要だなって今となって思ったので、だってあの半年間がなかったら私はずっと私はまた呼ばれるからって思っちゃうはず、自分外れたから、あ、自分ダメだって気づいてたのね。落ちたことなかった人間は何が自分のダメなところわからない、どれくらい恵まれてるかわかんなかったから、落ちたのはすごい、なんだろう、チャンスを失ったのは良くなかったけど、それよりいろんなこと自分のダメなところわかったから、今思えばすごい悲しかったけど、
落ちててよかったかも。それでへこんで、あ、ダメか、無理だと思ったら終わりだから、その時めっちゃもう本当にほとんどあの時期くらいから初めてちゃんとめちゃめちゃバラエティ見てた、ずっと見てた。知らない番組とかあんまり、そのなんだろう、好みとか別にそんなにめっちゃ面白いからめっちゃ好きだから見るとかそういうじゃなくて、もうめちゃめちゃ見てた、いろんな番組で、あ、これ面白いと思ったものをメモしたりしてた。悔しくて、まだいつか復活したらもう絶対二度と落ちたくないと思ったらもう最終回だった。次はもう最終回だった。半年間の空白。でもね、本当に落ちててよかった、うん、でもね、すっごい不思議なこと、私2019年の2月から出てなかったのね。めちゃ覚えてる。2019年の2月から出てなかったけど、その時からインスタグラムのフォロワーと X のフォロワーはほとんど、その時一旦ちょっとほとんど止まった、増えてなかった。あ、それまではずっとなんかふ、うん、だん、ふ、ふえ、右肩上がりだった。今の時代はそこまでじゃないけど、やっぱその5年前とかテレビの影響はね、やっぱあったのかなって。なんか営業あったとかはどれくらいは分からないけど、でも SNS のフォロワーはが止まったのはその時期だった。のと、2019年から本当に同じくらいの時期から街中で声かけられるなくなった。2017、18くらいは、うん、かけられてたね。うん、そういえば、そういえば、ず、うん、うん、たまに、うん、今声かけられるのってもうほぼほぼナンパよ。なんか今日もね、帰り道に急に声かけられて、最初の一言目はお疲れ様ですって言われて、私あの舞台の音楽聴いてたから急に話かけられてて、ピュンってなって、向こうもごめんなさいみたいなことになってって書いた。すぐピクッてなって、本当にそれやめて、急に話しかけないで。でもね、あの昨日か一昨日か、一昨日かな、あのお稽古場、本当にもうちょっとで着くところで、カオルさんがね、私もまだあのずっと最近ずっと舞台の音楽聴いてたのね。ライブパートがあって、そのずっと聞いたら、そのおはようございますって言われて、急に隣でうんってなった。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すぐびっくりする人だから本当にごめんなさいって言った。本当にすぐびっくりするの私。あ、そう、ルンバンさんのことそう、本当にびっくりした。本当にもうすぐびっくりするから私、自分同じ反応、そうなの急に
片手でスタバで最近のマイルーティンはお稽古前スタバプラス55円の豆乳かアーモンドミルクかちょうど物みたいな。そうなの、本当に本当に本当にね、あのそうそうなの。カスタムしてる。カスタムって何？あ、カスタムアッププラスってこと？スタバの。そうね、豪華スタバ。いね、大きいサイズして、あ、カスタム。でお稽古場でお稽古をしながら飲むのは3日間かな、連続のルーティン。片手スタバ、音楽聴きながら急に。おはようございます。すぐびっくりするのね。こぼすな。それは大丈夫でした。大丈夫だった。本当にこれどうやったら直せるんだろう。吸いたいたら直せる？吸いたいたらいろんなこと直せるかなって。いやもう本当にずっとこんな感じで、もう大人になりたい。正直いまだに自分のこと大人だと思ってない。怖くない？いい年なのに。いい年なのに。なんかね、今もねお稽古場ね、意外と今回同い年の人めっちゃいるのよ。出演者めっちゃいるのよ。こんな96年生まれ集まる現場そうそうないよ。びっくりするくらい。だってアンダーの2人プラスアンダーの2人だったら7人くらいいるのよ。出演者5人プラスアンダー2人、7人もいて、え、 AKB でさ、最後ってさ、私とオカルベリンさんとモギさん3人しかいないの。最後っていうか、こどうし、まあ、つい最近この半年間本当に最後卒業、同い年卒業したカユンさん、カユンさん卒業したのはいつ、2年前くらいかな。なんかこの2年間はずっと3人しかいないくらい、96年生まれの人本当に少ないのね。めちゃめちゃ少ないのにこの現場7人なのよ。 AKB の2倍以上よって考えたら多くない？本当にすごく多くて、で、そう何か言いたいかというと、なんかね、あの実家暮らしの人もいるのね。で自分のこと子供部屋おばさんといたのね。あ、もうこんな年になったか。自分一応子供部屋じゃない、一応一人暮らしだから別にね、親の屋根の下で生きてるわけじゃないし、家賃も自分で払ってますし、うん、あ、比べ
ったら申し訳ないけど自分も同い年だけど、ああ同い年、ああ握手したいだけどずっと中学生くらいの中身変わってない。あ、私一応ね、あのゲッターズさんに、ゲッターズ飯田さんに、あなた中身は18歳のままで全く成長してないって言われたね。あ、じゃあ私はちょっと上18だったらしい。ずっと18。あ、中学生、あ、高校卒業くらいの年そうなの、ずっと変わってない自分。本当に本当に精神年齢ずっと変わってないかも。いまだに自分大人と思ってない本当に。自分のことまだ子供だと思ってる怖いよね、本当に怖い。自分が想像してるこの年と実際なったこの年、うん、違う、本当に違う。それは喜んでいいのか、うん、まあ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 、うん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 、年上だった、わら、ね、年上です、18歳で精神年齢はね。らしいです。でも自分本当にそん本当に変わってないの、ずっと。ある意味やばいかもね、本当に。ずっと、どうしよう、自分本当に自分のこと子供だと思ってるけど、なんかね、子供部屋おばさん、子供部屋おばさんか。いや一応自分子供部屋じゃないから、18歳から19歳か、19歳から自分で家賃払ってるんで9年目だよ。一人暮らし歴9年目。でもね、この間もお稽古場でみんなこの話した、なんかね、一人暮らしの子はね、実家が東京だったらもう絶対一人暮らししないって言ったけど、私は一人暮らししたいかも。そうなの、なんだろうな、自分の空間が欲しいかも、うん、自分の空間が欲しい。なんかね、実家でさ、誰か歩いたら起きちゃうのよ、朝起きちゃう。東京はお家賃がそうですよって考えたらさ、自分はさ一人暮らしじゃなかったらそうなの。だってさ、今年間これくらい家に家用、なるほどね、うん、で逆算したらさ、もし一人暮らしじゃなかったら、おお結構の金額よ。ちょっと待って、一瞬ね、一瞬生体どれくらい生体どれくらいいけるんだろうって、あの計算しちゃった。ごめん、今日結構の金額払ったから、今自分のその計算ね、
金額の計算はちょっとあの整体になっちゃった、ごめん。どれくらいになる、うん、いけるんだろうなってちょっと一瞬思った。整体が基準になっちゃった、ダメダメダメ。スマホどれくらい、どれくらいのスマホ買えるか、どれくらいのパソコンと iPad、 いや別にそんなに大量のスマホいらないな、逆にいらないな。もっとなんか計算しやすい、計算お金なんだろう、車、もう車別に買いたいって、車のお値段の概念もない。やっぱりうまい棒だね、うまい棒だね、うまい棒何本、いや何十万本の話じゃん。9年目よ一人暮らし。あー確かにね、実家だと家賃だけじゃなくて光熱費の後も倍によって食品、そうそう、 Wi-Fi とかでさ家では1台だけじゃん。にゃー、もうそれでもなんか自分の空間欲しいかも。だって家族と一緒に住むと起きちゃうのよ自分、敏感すぎて。で今一人暮らし9年目だから、今急にまた家族と一緒に住むってなったらちょっとできないかも。一生一人で住むかもしれない、わからない。急に親な、あでも親が家に来た時に、あでも1週間くらいだから大丈夫だった、まあまあまあ大丈夫だった、1週間だけだから。2ヶ月だったら無理かも。だってお風呂ってさ自分のタイミングで入りたいじゃん、基本家に帰ったらすぐだけど。全ては呼吸が浅いから、あーそうかも、そうかも、呼吸が浅いから人の動きで起きちゃうのね。呼吸が浅い、やっぱ整体たら治るかな。すべての悩みは体の歪みからかってなった今ちょっと。いやもうこれから半年間治療するから、治療するから、もう本当に最後でさ向こうがなんか説得しようとしてたらしい、た回数とかさ数十結構の回数なの、結構の回数だから結構の金額になっちゃうのね。向こうがこれくらいの回数だったらこれくらいの効果でプラスこれくらいの回数とか私にを説得しようとしてたけど、いや私はもう決めたから全部だからって思って、そんなにあの説明したくてもいいよって思うくらい、ほんほんこれ治ったら人生変わるだろうなって思って、ここをケチりたくないなってなった。でも本当に姿勢変わった1回だけで、でも多分もうちょっとしたら数日後はもう戻るから、だからだんだん何度も何度も行って重なって、テレビで見日読めない、真実に二酸化炭素が意外と充実してるから寝起きが悪いぞ。ああ、私基本窓上げない開かない人だよね。窓開かないね、開かない、今もう全部閉まっ
湿ってる、閉まってる、閉まってる、湿ってる、閉まってる、開かない。じゃあ整体のせいじゃないかも。あの姿勢のせいじゃないかも。二酸化炭素が充満するらしい。うわ、し閉めてる、閉めてる。でも換気のあれあるよ、換気のあれあるから一応あの壁に、それが一応あるじゃあるけど、ちょっと足りないかも。でも一人だから別にいいか。そんなに二酸化炭素そんなにどうだろう。でもうち天井高いんで毎回言ってる、うち天井高いのでその分この空間の空気はそもそも多いのね。説得力ない？いい物件、そうなの、うちめっちゃいい物件でさ、自分で言うのもあれなんだけど、めっちゃ綺麗なの。デザイねデザイナーズ物件って言えると思う。でもね、デザイナーズ物件の定義がないじゃん。調べたけど定義がないだって。でも私の中ではこれはもうデザイナーズ物件で言えると思う。そうなの、今の家はね本当に大好き。もうずっと住むつもり、ずっと住むつもりです。二酸化炭素は空気より重い。あ、落ちるってこと？じゃあ今やばいかも今やばいかも。下に溜まるか。換気。じゃあ明日ちょっと窓開けようか。換気。今何時？いや、もう0時過ぎてるやん。0時過ぎてる。なんかね、卒業して残り何分だよとかそういうコメントがなくなったじゃん。物理的に制限なくなったから無限に喋っちゃった。もうお風呂に入ります。止まらないね。ね、誰も時間ね、時間教えてくれたら、あ、そろそろかなって思っちゃう。でも1時間以上喋っちゃった。いや、もともと生存配信だけするつもりだったけど、放送まで8時間来たね。みんな見てね、本当にパミの SNS もねぜひフォローしてほしい。え、待って、あ、リツイートして。これインスタグラムもね、本当に見て、見て、インスタグラム、パミのインスタグラム、うん、なんか本当にすごいよパミのインスタグラム。本当に一回だけでもいいから本当に見て、見てほしい。これでゆずりはまちゃんに初めてのテレビ案件取ったの、これ、これ書いたから見てみてほしい。アラームかけておきます。あ、ありがとうございます。ではそろそろじゃないと明日の朝7時59分まで喋っちゃう。はい、ではランキングを読みます。13位からいきます。13位はナンスの、あ、ごめんなさい、すいません、13から
13位は西さんです。12位は727さんです。11位は西やんさんです。10位は熊たかさんです。9位はコーチーさんです。8位はエオビスさんです。7位はミミさんです。6位はオクチーさんです。ありがとうございます。5位はマノさんです。配信ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。4位はちゃんさんです。ありがとうございます。3位はタカさんです。ありがとうございます。2位はシギタンです。お稽古お疲れ様です。私も整体に行ってみたいです。体カチカチです。おお。体カチカチならマッサージかもしれないんですけど、体の歪みや姿勢やいろんな悩みは整体かも。正直なんかその筋肉が柔らかくなったとかそういうのはないけど、姿勢がめっちゃ良くなったからいつかのタイミングはマッサージ行きたいかな。マッサージでもね、なんかね、なんでこんなに行きたいかというと、また喋っちゃう、本当に話が長くてごめんね。なんかね、なんでこんなに行きたいかというか、足がめっちゃパンパンなの。めっちゃ疲れてて足が痛いのよ。でその痛いっていうのはパンパンすぎて痛くて、だからマッサージとか針とかしたことないけどしようかなって思って、本当に今後は自分も自分のためにね、ちゃんと体のこと考えないとと思って今回もね、だから行ったけど、で今回は体の歪みだけど、そもそも私立って人間こう立つだけど、私はこうだったから、だからそもそも立ちの角度も普通じゃなかったから足に普段結構かかっちゃったよね。だから足が疲れやすい、むくみやすいって考えたらさ、と言われたから整体で治ったら足のむくみとかも治るのよ。じゃあマッサージ行かなくても解決するかってなった。すべての悩みは自分の骨の歪みっていう結論をね、今日知った。整体すげーはい、ごめんなさい、話がめっちゃ長くなっちゃった。では最後1位はパンダ丸さんです。ありがとうございます。パンダ丸さんいつもありがとうございます。ランキング読んでなかった方います？心理そうなの、すべての悩みは骨の歪みからの、すべてはちょっと言い過ぎだけど、もう本当に真理よ。もう今の自分こんな感じなの。そう、反り腰でもね、もう慣れてるから、ね、十何年間もうずっとこれだから、だから何が痛いか何が疲れてるか何がなんか分からない。もう体ももう慢性、もう分からない、もう慣れてるから、痛みとかも慣れてるから、だからもう痛くないの、うん。でも他の人に比べたらとか言われて、でも他の人の体に入ったことないから何が普通なのか分からないって言って、向こうもそうだねって言って、自分では分からない、うん。そうなの、だからね、これからでも自分の立ちの姿勢は本当に悪いって分かってる。やっぱ写真とか見ると思うのね、これ直せるならと思って、
そう、新しい世界が来る。本日何回目このポーズ。って感じよ、今。ミュージカル風。はい、もう半年後、治療は一応5ヶ月と言われて、でも回数はもうか結構の回数買ったのね。だからもう、でもね、基本そこまでじゃないけど、やっぱ治っても月1回くらいは行くみたいな感じだから、期限も特にないから、まあとりあえず最初の5ヶ月間まあまあ集中して、で月1回行ったらなんでって感じです。はい、最後宣伝させてください。舞台グリザイア、5月2日から6日までチケット発売中。明日朝8時あ嘘本日朝8時初めての美術館という番組放送されます。ぜひ見てください。パミのインスタグラムを紹介します。パミの X インスタグラム、そしてマチャイの X インスタグラム、TikTok、YouTube、ショールーム、ぜひフォローしてください。そして、ファンクラブの入会お待ちしてます。5月11日、オンラインお話し会やります。ファンクラブ限定なので、システム上の問題じゃない、システムは、会員じゃないと参加できないので、お待ちしてます。はい、以上です。ではお風呂に入ります。他には、まあ、今のところこれくらいかな。では皆さん、おやすみなさい。おやすみ。